今日は台風9号の予報で激しい雨や猛暑に警戒が必要です。こちらは上空1500メートル付近の風の様子ご覧いただいてますけれども、台風9号に向かって南からの暖かく湿った空気が入りやすい状況となります。雨の予想を見ていきますと、このように南からの湿った空気が本州付近、そして四国周辺にこう入りやすい状況が続きます。特に東海地方から近畿地方、そして四国にかけてはこの南からの湿った空気の入りやすい状況が続きまして、強い雨、大雨の恐れがあります。1時間に60ミリを超えるような非常に激しい雨の恐れがありますので、低地の浸水などにも厳重に警戒をしてください。またこの南からの風の影響でフェーン現象も発生すると見ています。気温の予想を見ていきますと、東日本から西日本にかけて赤の表示ですね、30度以上のところが広く広がっていますが、特に今日気温が上がるのは日本海側のエリアとなります。こちら日本海側のエリアでは南からの湿った空気が吹き降りるフェーン現象が発生しまして、35度を超えるところが多くなり、場合によっては40度近くまで上がるようなところも出てくると思います。でこの後もですね、この熱中症対策など暑さ対策をしっかりお願いします。